平成16年の問13ですね。内部抵抗が2キロオームから最大メモリ1ボルトですね。この直流電圧計があると。この電圧計にですね、R の M1 が18キロオーム、R の M2 がですね、40キロオームですね。この抵抗を図のように接続して、測定、範囲を拡大したと。これはテースターですね。回路系の、いわゆる構造ですね。はい、図のですね、端子 CD ですね、を用いて直流電圧源の 8V バッテリーをつないだ後ですね、電圧系の指示の振れをですね、求めなさいということですね。ただし直流電圧源の内部抵抗は無視できると。から電圧系のメモリは等分メモリと、こういうことなんですね。これもちょっとヒントはね、もう簡単なオームの法則でできますんでね、まあ内容がね分かれば難しい内容じゃないと思います。はい、解放としましてはね、端子 CD ですね、バッテリーの 8V につないであるところですね、ここから見た回路全体のですね合成抵抗 R しますとね、これ60キロオームになりますな。したがって電圧計もですね、この電流 I はですね、8V を割ることのですね、60キロオームで割ればいいわけですね。そうすると15分の2ミリアンペアになりますな。はい、それが R オーム2キロに流れますと、ここでの指示電圧は何ぼになるか言ったら、0.27V と。これフルスケールが 1V ですんでね、0.27V と、こういうことになります。まあ、ちなみにですね、レンジを変えて B にしますとね、同じ 8V でも 0.38V をですね指示しますよということになります。